九州は一つ。御年77歳、禅寺の家に生まれ、50年以上にわたり本物の精進料理を追求してきた安藤英君。匠の蔵。料理との出会いっていうのはどういったところであったんですか？その修行道場に最初に入った時にですね、ちょうどお寺のその本堂を建築してまして、錠剤をこう檀家さんとか信者さんにいただかなくちゃならないので、修行所に料理を作らして、皆さんにこう接待してたんですね。精進料理が有名な寺で修行、調理技術の基本は全てそこで学んだ。難しい仏教の話よりも、この料理を通してその仏教の深さ、そういうようなものをこう伝えることができたらなと思ってですね、始めました。店を出すきっかけは当時の臼杵市長の一言。お嬢の作るごま豆腐とお茶だけでもいいから、せっかくあの高台にあんないい場所があって静かな場所があるから、そういうものを提供してもらえんかというような、そういう話がありましてですね。好きな言葉を安藤自ら処す。その日その日を目いっぱい頑張って精進して、田原さん、今回の匠の安藤さんと出会われていかがでしたか？精進料理っていうのは自分自身がこう肉や魚を我慢するって、なんかそんなイメージを持っていたんですが、和尚が精進に精進を重ねられたその時間や手間暇、そこに込められたお人柄まで合わせていただくお料理なんだなというふうに感じました。